バドワイザー、バドワイザー、バドワイザー、略称バッド、バドは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスに本社を持つ、アンハイザーブッシュ社が生産、販売するビールの銘柄。2008年に、ベルギーのインベブ、現、アンハイザー、ブッシュインベブに買収され、現在はその参加。1876年に生産が始められ、 今では世界一の販売量を誇っている。バドワイザー、バドワイザーの名称はヨーロッパ屈指の中世以来のビール産地として広く知られているチェコ、南ボヘミア州のチェスケーブジェヨビチェ市のドイツ語地名、ベイミディブトバイス、ボミッシュバドアイスのうち、ブトバイス、バドアイスにちなんだもの。本来は同市の自治と市理事会が地名の使用を許可したブジェヨビチェ市民醸造。 ピベバープレベザットバディジョビッキーミーメスティニ、現、ブジェヨビチェ市民醸造株式会社生産の、ブドバイゼルベルゲブロイ、英語、チェコ語、バドワイザーバーガーブラウおよび、ブドバイルビール、英語、バドワイザービアと、チェコ合同醸造、セスキーアクスビッピベバー、ゲン、ブジェヨビチェブドバル国営会社生産の、ブドバイゼルブドバル、英語、バドワイズバッドバー、チェコ語、バディジョビッキーバッドバーの2ブランドを指す。 これに対しアメリカのバドワイザーは、ブジェヨビチェ市民醸造及びチェコ合同醸造とは、無関係のドイツ系アメリカ移民のが1876年、ビール名産地のブドバイスにあやかろうと、自らが発売したピルスナータイプのビールに、バドワイザーラガービール、バドワイザーラーゲリビアと命名して誕生した。アドルファスブッシュはアメリカ国内でバドワイザーの商標登録を行ったため、 1871年以降、ウドバイゼルブランドビールの対米輸出を行っていた、ブジェ予備チェシミン醸造及びチコ合同醸造との間で商標をめぐる訴訟に発展。1911年及び1939年に、チェコ側が北米及び米国保護領に限り、商標権を放棄することで合意した。この合意に基づき、現在もヨーロッパの主な国で、 アンハイザーブッシュ社は、商標、バドアイザーを使うことが認められず、製品は、バット、バド、ブッシュ、ブッシュの名前で販売されいる。逆に、アメリカ、カナダでは、ブドバイゼル・ブドバルは、チェクバー、チェコバル、ブドバイゼル・ベルゲブロイは、バドアイスシティビア、ブドバイス氏のビールを略した、ビーバーガーブラウ、ビービー・ベルゲブロイの名前で販売している。アンハイザー・ブッシュ社は、 全世界でのバドワイザー販売を実現するため、ブジェヨビチェブドバル国営会社に商標の買い取りを申し出たものの、ブドバル社側はこれを拒否している。一方で、アンハイザーブッシュ社は、チェコ側に先んじて、日本を含む世界各国でバドワイザーの商標登録を行い、ブジェヨビチェブドバル国営会社に対して、チェコ産、ブドバイゼルランドビールの輸入、販売差し止めの訴訟を起こしており、 現在も訴訟が40カ国以上で、行政手続きが70カ国で継続中である。日本においては、アンハイザー物ュ社が、商標登録を行っている、登録商標第166万5191号、チェコ側の商標権放棄範囲を北米などに、限定した1911年及び1939年の合意の有効性が認められており、チェコ産、ブドバイゼルビールが、 米国社製バドワイザーと誤認混同される恐れはなく、ブドバイゼルブドバル、バドワイザーバッドバー、ブジェイオビキブドバル、バディジョビッキーバッドバーと記されたチェコ社製ビールの輸入、販売は限りされない。700年以上の歴史を持つオリジナルのブドバイゼルビールの製造者の証券会社による、バディジョビッキーバッドバーというチェコ語の商標仕様に対して不正の目的を主張すること自体が、 道理に反すると判決は述べている。2006年には中国でも司法当局が同様の判断を下し、アンハイザーブッシュ社側の訴えを退けた。日本ではかつてサントリーがライセンス生産を行っていたが、その後、キリンビールとアンハイザーブッシュ社の合弁企業、バドワイザージャパン、現在は解散を設立し生産を行った。バドワイザージャパン解散後は、 キリンが引き続きライセンス生産及び、米国製バドアイザーの輸入を行っている。1994年にキリンビールが発売したキリンアイスビールは、米国バドアイザーの OEM 生産であった。2018年末にキリンによる日本版バドアイザーの生産が終了し、アンハイザー、ブッシュインベブによる輸入販売が行われる。缶のデザインは、 従来は瓶のラベルをそのままデザインしたもの。当初は縦長にデザインしていたが、1997年より横向きに変更。当初の輸入品はロゴなどをエンボス加工していたが、バドワイザージャパン解散後は国産化され、一般的な缶に変更されているだったが、2011年より棒体を象徴的にデザインしたものに順次変更され、日本では2012年5月中旬より変更。 瓶についても2012年よりラベルのレイアウトを一部変更されている。その後2016年3月中旬に再びデザイン変更され、瓶はクラシカルなデザインに、缶は瓶のラベルをはみ出すように大きくデザインしたものに変更されている。バドワイザーは FIFA ワールドカップのオフィシャルビールとして2022年大会まで契約済み。2006年のドイツ大会では バドワイザーは、球技場内の広告を、バット及び、中国5名、100位とした。その他、FA カップの冠スポンサーや、ロサンゼルスギャラクシー、総合格闘技団体ユフックのスポンサーになっている。1996年には、アトランタオリンピックのスポンサーだけでなく、聖火リレーのスポンサーを務めた。個人では総合格闘家のドナルド・セラーニと、スポンサー契約を結んでいる。 米国バドワイザーの主な製品は下記の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。